はい、どうもこんにちは、ケンユウです。今回はですね、感情吐く日という技をご紹介したいと思います。他の動画の方にですね、感情吐く日のメリット、デメリットとかですね、そういったところは詳しくまとめているところがありますので、ぜひそちらを、参照していただけるといいかなと思います。今回アボカドのですね、感情吐く日です。はい、それでは楽しんでどうぞ。アボカドの感情吐く日はですね、大体10月から大体11月の前半ぐらいまでですね、大体花芽が形成、花が咲くのがですね、4ヶ月くらいなので、花芽誘導なのでですね、こう4ヶ月前とかそのぐらいにやってください。9月からやる人も多いですけれども、このぐらいです。はい、秋入ったぐらいですね。で、ちょっとこの未生の苗ですね、やっていきたいと思います。これもちょっと試験的にですね、試していこうかなという感じです。それではやっていきます。ここに感情吐く日していきたいと思います。はい、で、感情吐く日するんですけれども、もうこのぐらいですね。はい、このぐらいの幅で今回いきます。はい、前回のやつはですね、ちょっとね、大きすぎたんで、今回これでいきます。はい、これ未生樹だけですね。こんぐらい、こんぐらいでいいと思います。これをやって、今年ね、花が咲くかどうかのテストしたいと思います。あとちょっとガムテープでですね、こう全体覆います。はい、いいよ。んよし、じゃあちょっと出てもらって、もう一本いきましょう。結構ね、あります。これこっちもね、未生樹なので、感情吐く日して試していきたいと思います。はい、で、今年は3本ですね、感情吐く日したいと思います。はい、じゃあ今年もね、やります。これもね、ちょっとこんぐらい、はい、こんぐらいでいいでしょう。このぐらいですね、もう本当にちょっぴり。ちゃんとガムテープね、はい、解きます。よし、接ぎ木の木でもやってもいいと思いますけれども、やりましょうか。接ぎ木の木でもやろうか。よいしょ、これもやってく。これ接ぎ木ですけれども、やっときますか。これも、うん、去年微妙に花が咲いたような気がしますけれども、これちょっとやってみましょう。これも接ぎ木ですけど、これね、まだ YouTube に出してないので、まだね初のこう公開になります。今回はね、この感情吐く日の効果もですね、確認できたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、花がぶわっと咲けばですね、いいのかなと思います。で、このぐらいの傷だったらですね、4ヶ月で修復されて、花が咲いた後に結実が起こった時に、このきちんと融合して1本になるので、大丈夫かなという感じの傷跡ですね。はい、はいはい、よいしょ。この技術はですね、学術的に言うと感情吐く日と言いますけれども、ちょっとね、古い年代の方とかは感情吐く理とも言いますね。どっちも同じことを指しているのでね。はい、そういうことです。きちんと正式名称は感情吐く日です。どっちでもいいですけど。はい、はい、アボカドの感情吐く日なんですけれども、大体時期がですね、10月あたりで、沖縄県だとアボカドの花が咲くのがですね、大体1月、2月、遅くても3月くらいなので、この4ヶ月前ですね、大体9月から始める人もいますけれども、大体10月とか11月頭とかですね、そのくらいになっても、ギリギリ大丈夫かなと思います。で、感情吐く日ですね、割と深めに、外装を削ると修復が追いつかないんですね。で、修復が追いつかなくて、花芽が、誘導されて花が咲いて果実肥大が起こるときにですね、きちんとその融合がされていないと、もしかするとその果実の肥大に影響があるということで、
まああのぐらいの傷にしてます。で、花がきちんと咲いた後にですね、果実が結果して、徐々にその肥大化が起こるんですけれども、まあ、その頃にはですね、だいたい幹が、まあ、融合して1本になっている、そんな時期がだいたい9月くらいかなと、9月10月ぐらいかなと思います。今11月ですけどね、うん、で一応10月にやったものもあるので、そういったものの経過を見ながら報告していきたいなと思います。まあそうですね、やっぱ感情白皮も一長一短ありますので、こうもしかしたらですね、気がかなり疲弊している時にですねやると、まあ、枯れ込むリスクとかありますので、まあ、ここら辺はご自身のですね、育てている木を見ながらやってください。はい、感情白皮の、まあ、メリットとかはですね、また他の動画ありますので、そちらの方をご覧いただけたらなと思います。ということで、いいねボタンもよろしくお願いいたします。バイバイ。